はい、どうも山田です。帰国しました。今日の動画ではその帰国の報告とこれからのことについて皆さんとお話ができたらと思います。まずその帰国に関してなんですが、もうここを見ていただいた通り、これまでの動画とはね、もう背景も全然違うと思うんですけれども、もうすでに日本の自宅にいます。厳密にはもう僕数日前に日本に帰ってきて、で PCR 検査も空港で受けました。とりあえずは無事に陰性ということで、自宅での自主隔離、最低でも2週間ですね、2週間の自主隔離をするために、今ここ自宅まで公共交通機関は使わずに戻ってきました。でようやく少し落ち着いたので、こうやって動画を撮らせていただいてます。で本来最後ね、エクアドルにいるところからこう帰国中のね動画も撮るかどうか迷ってたので、結果から言うと撮らなかったの、その帰国中の動画は。だからこうやってちょっと皆さんにはね、事後報告みたいな形で動画がなっちゃってるんだけれども、ちょっと簡単になんで撮らなかったかっていうと、なんか僕その帰国にあたってね、これまでの動画とかでもお話はしてきたけれども、帰国っていうこう選択肢を取った時に、マジで気をつけなくちゃと思ったの。その移動してる間にさ、例えば人との距離が近くてウイルスをもらっちゃったりだとか、なんか自分がこう予期しないところで、なおかつわからない、要は経路もわからないようなところで、そのウイルスをもらっちゃう可能性がめちゃくちゃ本当に怖いなと思っていたのね。でなるだけその可能性も下げたいなと、もうできる限りの最善を尽くして、できる限りのことをして日本までこう帰国をしたいと思っていたからさ、例えばこう動画とかをね、自分なりにまあこう撮影とかしてさ、自分のこう気づかない、意識のいかないところでなんか人との距離が近くなってたとかさ、動画を撮るのに夢中になっちゃってみたいな、人の話を聞いてなかったとかで、何かこう注意が散漫になっちゃうのが僕の中では怖くて、なんかそれを気にしすぎって思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないけれども、もう僕の中ではもうそのぐらい本当にこう気をつけて、本当に最善の注意を払ってね、人とは密にならない、こう話してるような人とかいたらなるべくそういう人たちにも近づかないみたいな形で、なるべくできる限りのことをして帰国をしようと思ってました。だからもうちょっとね、動画を撮るのをやめてというか、動画を撮ることはせずに、なるべくこう周りに注意をしながら帰国をしてきたような次第です。だから帰国の様子だとかっていうのはもう正直に言うけれども、動画にはしてないです。でさらにその日本の空港とかについても、やっぱ例えば PCR の検査だとか、もう空港自体ね、撮影禁止なところとかもあるからさ、なんかじゃあそこでじゃあ音声だけどもとか、なんかそういう、なんだろうな、例えばルールだとかもある中で、なんかじゃあそのルールのスレスレで OK なところなら大丈夫かみたいな気持ちでも、あんまりこう動画は撮りたくなくて、だから動画はね撮らなかったです。音声とかも撮らなかったし、もうちゃんとそのまずは帰国、なるべく自分のできる限り注意を払って、せめて動画を作るならこうやって帰国して落ち着いたら皆さんと情報の共有ができたらいいなと思って、帰国の様子っていうのは今日現在まで特には撮ってきませんでした。なので今日こうやって改めて皆さんに帰国の報告ができたらと思って動画を撮ってます。改めて申し上げますが、無事に帰国ができました。そして空港での PCR 検査も無事に陰性でした。ただいま日本の自宅で自主隔離の生活を始めてます。で少し旅についておさらいになっちゃうんだけれども、僕の今回の旅、去年の10月から旅を始めて、そのタイミングで YouTube もね始めさせてもらったんだけれども、そこから約9ヶ月海外で過ごしてきました。で訪問した国は16カ国ですね。もともと東南アジア、韓国から始めたんだけどさ、韓国から出発してこうアジア圏ね、東南アジア中心に回って、その後インドに行って、でそこから少し飛んでさ、南米まで行ったんだけれども、南米を回ってとかっていう旅をして、ちょっとそこで終わっちゃったような感じです。本来ならこのままね、中米とか北米とか行って、さらにこうヨーロッパに行ってさ、最後アフリカとかも行けたらいいなと思ってるんだけれども、今回はねちょっとそこは実現できずに、今回帰国をしてきてしまった、まあ、帰国せざるを得なかったっていう旅になりました。今回はでちょっと今後のことにも触れておきたいんだけれども、今後はまず日本でキャリアを積もうと思ってます。日本で就職をして、そこでキャリアを積んでいこうと思っています。じゃあ旅はおしまいなのっていうことなんだけれども、旅はねまた再開する予定です。もう直近、例えばじゃあ今年またとかさ、じゃあ来年とかっていうのはまだまだ難しいかなと思うのっていうのはさ、やっぱこうワクチンがねまだこう開発されてない中で、日本でもそうだし、やっぱ世界的に見てもまだコロナの状況って良くなってないのね。やっぱ状況的にも悪くなってる、じゃあまだまだ悪化してきちゃってるし、ってなるとやっぱそういう収束がまだ見
えないからさ、まだ直近はできないなとは思っているし、さらにワクチンができてもこう世界的に見てね、世界的にそういうワクチンとかが行き渡って海外の状況とかもやっぱり改善されてこないと海外にも行けないわけだから、そういう世界的な状況がね全体的に良くなるタイミング、良くなる頃って考えるとまだまだ先になるのかなと思ってます。まあでもそこは我慢するしかないと思ってるし、その時までね自分が今できること、キャリアアップだとか、日本でね少しでもこうまた発信力とかをつけて、またいつか旅が再開できた時に皆さんと旅の様子とかも情報共有、旅の様子とかも共有できたらいいなと思ってます。でこれまでの動画でもお伝えはしてますが、僕のその旅のコンセプト自体もやっぱりその人と関わる、海外に行って、まあ、もちろん観光地だとか海外の景色を楽しむとかっていうこともそうなんだけれども、僕の中ではやっぱり海外に行ったらその国の方々と交流したい、あるいは他の国から来てる方々とそこでそこの国で交流をしたいとかっていうのもあるから、やっぱそういう人と人が関わるっていう目的で考えると、単にね例えばこうワクチンとかが開発されて、じゃあ向こうの国とかも受け入れ開始、じゃあ来ていいですよとかってなるだけじゃなくて、実際にそこにね住んでいらっしゃる方、そこで生活しているその国の方々がその海外から来る方と心配なくこうコミュニケーションができる、そういうマインドとかになって初めて僕が海外でねやりたいこと、旅をする目的とかっていうのも叶えられると思ってるから、なんかこう急いで、じゃあ例えば国境が開いたからその国にすぐに行っちゃおうとかではなくて、こう人がね向こうのこう受け入れてくれる国の人たちも、その海外、例えば僕みたいな旅行者、観光客とかに対してもこうウェルカムな気持ちで迎えてくれる、そういうところにまでこう事態がね収束したらまた旅を再開したいと思ってます。だからそれが1年かもしれないし、2年先かもしれないし、はたまたその先5年後だとかそれ以上とかになる可能性もあるとは思うんだけれども、それまでは今自分のできることをやって、また必ずこれまでやってきた旅とかをねを続ける意味でも、まあ、ここ途中で諦めずにまた海外に渡航はしたいなと思ってます。それがもしかしたら今回みたいに僕のキャリア上、それがねまたこういう1年とか時間をとって海外に行けない可能性もあるとは思うの、僕のこうキャリア次第によってはいけないと思うんだけれども、それでも例えば仕事をね日本とかでしながら、じゃあ1週間の休みを取ってとか2週間の休みを取ってとか、そういう短期な旅行、短期な旅になったとしても、これまで行きたいなって、でこれからも行きたいなと思っているところには将来的にはまたね訪問していきたいと思ってます。でその時の様子もまた、まあ、その頃は YouTube っていうプラットフォームになってるかわからないけれども、何かしらその時その時にあった情報伝達の手段で皆さんとは共有していきたいと思ってます。じゃあ最後にこの YouTube について触れておしまいにしたいと思うんだけれども、この YouTube はね引き続き継続しようと思ってます。継続します、やめません。でもちろん今は旅ができないから、そういう旅の共有っていうのは現実的にできないんだけれども、僕なりにできること、これまでの僕の経験に基づいて、そういった海外での経験でもそうだし、日本でもともと会社員、日本の会社に勤めてたりっていうこともあるし、これまで自分が勉強してきたこととかね、そういう自分の経験だとか知識に基づいて、なんかこう皆さんと共有できる、あこれってもしかしたら役に立つんじゃないかなとかっていう情報をちょっと僕なりにも考えて皆さんと共有できたらと思います。もし反対に皆さんがなんかこういう話とかを聞いてみたいとかっていうことがあれば、ぜひ皆さんからもこうコメントだとかもいただけたらすごく嬉しいなと思ってます。それに対するね動画とかも作れたらいいなって思ってます。でさらには少し息抜き的な動画にもなるけれども、例えば僕の私生活だとか、あんまり興味ないかもしれないけれども僕の私生活とかね、なんかその Vlog って呼ばれる形式で、日常的に例えばどういうことをしてるかだとかっていうこともちょっと息抜きみたいな感じになるかもしれないけれども、時折ねそういった動画も作って皆さんと共有できたらいいなと思ってます。簡単ですが今日の動画はこのぐらいにしておきたいと思います。何より一番伝えたかったのは、今回旅がね途中でできなくなっちゃったけれども、とりあえず今はなんとか無事に日本まで帰国をしました。これまで僕の旅だとか YouTube での活動を応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます。旅はできないけれども、これからも YouTube だとかこの日常生活の中で何か皆さんに少しでも役立つ内容だとかを共有できたらと思うので、引き続き応援もよろしくお願いします。そして僕もようやく今こうやってね日本にまで戻ってきたので、実際に皆さんと物理的なね距離も近くなったので、これまでの動画でも言ってますが、本当にこういう友達みたいな感覚で皆さんとも引き続きコミュニケーションも取れたらいいなと思ってるので、なんかね例えば直接に会ったりだとか、もう少し落ち着いたらだけれども直接に会ったりだとか、何か皆さんと一緒にできることとかも考えていけたらいいななんて思ってます。まだまだ小さなチャンネルなんですけれども、引き続き少しでもこう発信力というか、このチャンネルも僕自身も成長ができるように頑張っていきたいと思います。で今日はこのぐらいでおしまいにしたいと思います。今日も見ていただいてありがとうございました。
引き続き応援していただける方はチャンネル登録とコメントと評価もよろしくお願いします。こういう撮影の時って下パジャマでもわからなくない？